教えて三輪先生。三輪先生、三輪先生。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー、岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター、並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りします。今週も三輪先生をお迎えしております。三輪先生、よろしくお願いします。お願いします。ずいぶん冷え込んでまいりましたけれども。そうですね、はい、徐々に紅葉も、そうですね、はい、進みまして、見どころも迎えておりますけれども、さて、そんな中ですね、私の知り合いの方なんですけど、はい、いつもこの放送を聞いてくださってて、で、三輪先生にぜひとも聞きたいことがあると、聞いてほしいことがあるということで、はい、その質問を受けてまいりましたので、代わりに先生にぶつけたいと思います。お伺いしましょう。はい、最近のニュースや新聞で大手自動車メーカーの無資格検査で、鉄鋼メーカーの品質データの改ざん、政府系金融機関の不正などが大きく報じられておりましたけれども、そうですね、どうしてこのような問題が起こるんでしょうか。現場側の問題なのか、あるいは経営側に問題があるのか、そのどちらにも問題があると思われますけれども、三輪先生はどのように感じられたのでしょうか。あと、このような不祥事が起きた際の危機管理などは一体どうすればよいのでしょうか、というご質問です。とっても重たいご質問ですね。どうも、夕方のニュース番組の解説みたいな感じですね。コメンテーターのような感じになってきましたけれども、なかなかこれ深刻な問題でありまして、まあ、かつてからもですねあったんですね。そうですね、私が東京でコンサルタントやってる時も、大手の重工業メーカーがですね、建造中の船が燃えてしまうとかですね、作った潜水艦が上がってこないとかですね、戦闘機がボルトを落とすとかですね、いろんなことがあったりしました。これたびたび繰り返されて実はいるんですが、これにはですね、どちらに問題があるか、現場か経営かっていうことをまず一つ大きく言えるのは、そもそも経営側のですね、環境の変化、これが大きくかかってきています。ほーと言いますのは、これ鉄鋼メーカーなんかだと韓国をはじめインドもそうですけども、大型のプラントが海外にもできまして、戦後の復興期はもう本当に日本のメーカーが競争力を持ってですね、世界を席巻するような力を持っていたわけですけれども、徐々にですね、完成品を作るのが海外に移っていったりとかする中で、鉄鋼のプラントも海外に作られるようになってきました、例えば近くだと韓国とか、中国で作るんですね、そうするとよりコストが安くできるということになってきたわけです、人件費も安いですしね、そもそもですね電気代が安いんですよ。どれくらい違うんですか。もう随分もう10分の1とかいうときもありますし、環境はですね、これ結局は人件費よりも何よりも炉をですね熱して溶かすわけですね、鉄鋼、そうすると原材料になるような電気とか石炭とか、そういうものが入手可能で安価に取れるっていうところが競争力を持つわけです、そうすると徐々にですね、日本の製造業のコスト競争力、安く作れるかどうかということですね、これが競争が国際間で激しくなってきたので、それに追いつこうとすると、いかに安く作ろうかっていうこと、合理化って綺麗な言葉では言いますけども、合理化をすることが大事になってきたんですね、従来ですと品質、これを第一に、作ってきたわけですけども、そうですよね、それが日本の強みだったんですね、でも品質だけ言っててもなかなか注文が取れないから、じゃあコスト第一にならざるを得ないという、この国際環境層の中での置かれる立場で求められる要素がですね、変わってしまってきている、そうすると
徐々に徐々にですね、人を大事にするよりも、うん、注文の値段を安くするためにどうするかっていうこと、そうすると労働環境にしわ寄せがきまして、労働者長く勤めてるとコストがかかるから、うん、派遣労働者にしようとかですね、うん、そういう動きが来るわけですね、はい、そうすると就業意欲割り切った関係になりますね、会社と、うん、そうですよね、まあ、そういったことも関係しますが、うん、第一にはコスト競争力が厳しくなってきたので、うん、徐々に徐々に経営基盤といいますか体質が弱くなってきて、うん、はい、いろいろなことに手が回らないんですね。安く作ることにばっかりいくので、はい、日本の強みは品質管理として、うん、現場もですね、かつては QC サークルといってですね、うん、はいはいはい、品質クオリティコントロールですね、はい、QC はこれをみんなでちっちゃい現場ごとにやってたんですけども、うん、それは品質をいかに高めるかっていうことだった、うん、はい、今はコストをいかに下げるかっていう方が第一になってしまっていますから、そうですね、現場の改善活動がなかなかなされなくなってきてしまっているっていう現状があります、うん、はい、それと海外と同じような品質基準で作らないといけないというですね、うん、要求が特にアメリカヨーロッパではそれぞれの規格がありまして、その規格に乗ったものじゃないと買わないって言われる中で、うん、はい、品質の管理基準もですね、うん、ワールドスタンダードになってきたんです。従来の日本の JIS 規格というものがありますけども、はいはいはい、ISO 規格っていうのがあるんですね。その規格が悪いわけではないですが、ここはちょっと随分込みった話になりますけれども、はい、従来の日本のものづくりっていうのは、はい、何か不具合があれば、はい、現場での調整釣り合わせ、これを言語って言いますけども、はい、現場で合わせる、はいはい、言語調整で品質を保ってきたんですが、はい、国際基準の品質管理というものは、はい、全てマニュアルに記載されていることしかやってはいけないと。やってはいけない、だから現場で調整するっていうことは、ね、やっちゃいけない、マニュアルに書いていないから。マニュアルに書けばいいんですよ、はいはい、でもそこには現場で合わせる、マニュアルに書く場合は何ミリ調整していいとかですね、すべてが基準として記されていることしかやってはいけないというルールになってしまっているんですね。ですから従来の日本のものづくりの強みである言語調整、現場合わせは許されなくなってしまった、そうすると品質が落ちるようなイメージが、そうなんです、そこなんですけど、実はそこがポイントですね、はい、マニュアルに書いてない、うん、これ大きな問題でありまして、私が経営コンサルタントになったのは10年以上前ですけれども、その時先ほどお話したような現場のですね、ものづくり重工業メーカーの現場の混乱っていうのは実はそこにありました。でマニュアルに書いてないことが起きると、責任を取らされたくないから、隠蔽してしまう、もう悪い方へ悪い方へ行ってしまうんですね、そうするとそのまま製品が出てしまうとかですね、はい、でなんでそれ起きたかっていうことを調査していくと、うん、従来であれば現場で調整して品質を保ってきたことが、はいはいはい、マニュアルにないからできないと言って、はい、やってはいけないこと、従来はやってこそ品質が保たれていたものが、やってはいけないということになってしまって、できないというですね、そういう基準、まあこれはISO が悪いわけではないですけども、ISO の規格基準を作るときに、はいはい、そこまで盛り込んでマニュアル作らなかったっていう根源的にはですね、それは結果として日本の強みが削がれてしまったっていうことなんです。実はそれが根源的にありまして、まあ責任を取らされるのはいつも
下々ですから、うん、そうですね、現場が悪いっていう風に言われますけども、経営環境の劇的な変化によってこれは起きていることなんですね。で、従来であれば許されたことが許されない、品質が第一であれば、マニュアル書いてなくても品質を確保するための作業は良いことじゃないですか。その原稿調整するってことはいいことのようなことですよね。もう間違いなくいいことなんですよね。それが日本の強みだった、それがそがされてしまった、そがれてしまった、はい、まあ、どっちがどっちもどっちですね、そこが根源的な課題でありまして、それをもうかれこれ10年以上ですね、15年ぐらいはもうそういう根源的な課題を日本のものづくり企業は持っているんです、はい、ここまではテレビでは喋れません。あ、ラジオならではの、もう必須だから言える。必須、しかも必須ならではですね、はい、これ特ダネですね。これは経営コンサルタントの現場で発見したポイントです。こういうことはあまりテレビで言うといろんな人が いろいろそうですよね。それは皆さんでよく考えないといけない。で、企業間でどうやってやっていますかという情報共有をしたりしながら日本の強みを取り戻そう、まあ、最終的には手続き上はその ISO の規格基準のマニュアルに言語調整についても記載するっていう、ね、それが一番ですよ ね、 そうですね。でも最終的にじゃあ何ミリ調整っていうのはものによって全部違うわけですから、最後の最後までは書ききれないけれども、そういった、まあ、手足を縛られた中でコスト競争が求められる、こういうそこで現場はしわや幸せじゃないですね、しわ寄せしわ寄せがですね、はい、起きていますから、あまり軽々しく現場の問題というふうに片付けられない根源的な課題があります。ですから日本の製造業はだん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 弱くなってきてしまっているんですね。で、問題がそういうふうに露出してしまっているのは現状であります。池上彰がお届けしました。ちょっと違いますが、わかりやすい解説をいただきました、はい、あ、なるほど、そういうことだったんですね。で、先生、やっぱりこ の、 あの問題というのは、なかなかの奥が深いというか根深いということで、はい、今の時点でこのどちらに問題があるかということに関しての三輪先生の見解を伺って、わけなんですが、ではあのその際の危機管理とか、はい、まあ、に関しては、お時間がやってまいりました。じゃあまた次回、そうですね、そこはお話しした中で、また、はい、先生 の、 あのご意見等々伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは今週も三輪先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーではこれから起業されたい方や商店の経営改善などさまざまなご質問も受け付けております。三輪先生にズバリ答えてもらいましょう。ファックスは 0577-37-0765、 0577-37-0765、 メールは hitsfm@hidanet.ne.jp、 hitsfm@hidanet.ne.jp、 おはがきは郵便番号 506-0021、 高山市灘町5-95-10、郵便番号 506-0021、 高山市灘町 5-95-10。 皆さんからのご質問をお待ちしています。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー、岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りしました。教えて三輪先生。
このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー、岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター、並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りします。今週も三輪先生よろしくお願いします。お願いします。さて、前回に課題が残りましたけれども、ね、いろんな不祥事がいろいろ起きている中で、こういった場合の危機管理などはどうしたらいいんでしょうかという、はい、そうですね、これ本当日本のものづくりが従来強みを誇ってきたものが疲弊して弱体化している根源的な課題なんですね。ですからきっちりと話し合いを社内でね、うん、しないといけません、はい、臭いものに蓋をするとか、現場の末端の人に責任を負わせて、はい、いわゆるトカゲの尻尾切りで終わってしまっては、また繰り返すんです。そうですね、実際に私10年以上コンサルタントやってますけども、また起きたかっていう、こういうことですね。ですから危機管理という意味では、まず社内でですね、経幹部と、中間の管理職もいますが、現場とのコミュニケーションは密にしないといけないですね。コミュニケーション密にするって挨拶すればいいってことではありませんよ。そうですね、おはようございますって言ってても、ノミニケーションじゃないですか。それだけではダメですけど、まあ、確かに本音がノミニケーションで出るっていうことありますが、そもそも現場で起きている問題を明確に伝達する、それを把握する、じゃあどうでなければいけないかということを話し合うということですね。これは社内でやることとして必要ですね。で、中長期的に結局ですね、短期今期の売上とか利益とか、そういうところに目が今いってしまっていますから、それ欧米の経営の観点からね、短期で株主に利益を配当するために、だからコストをどんどん下げなきゃいけないっていう動きになってるんですけども、やっぱり中長的な目で見て、5年10年先まで見て、どうすれば体質が強化できて、品質が保証できて、日本のものづくりの強みが発揮できるかっていうことをもとに、やっぱり意思決定していかないといけないってことですね。そういったことを中でやる。もう一つはやはり、これは国とか行政も責任がありますけども、日本のものづくりはどのようにして強み発揮していくべきかということは、ルールもそうですし、そういう対する支援策とかもですね、作っていく必要がありますね。こういうのは我々日頃現場での声を聞きながら、私のやってるよろず支援拠点という相談窓口は国の事業なので、直接国にそういうことの必要性ということは伝えることができるので伝えているわけですけれども、やっぱり日本のものづくりは確実に弱まっています。家電メーカーさんどんどん潰れていってますよ ね、 そうですね、生き残ってますけれども、大きいところでも潰れちゃってるところもある。まあ、確かに新陳代謝っていうのは必要かもしれないけれども、従来はもうこのままイケイケどんどんだったはずが、急激に弱体化してしまっているわけです ね、 これはそういう国際競争の中で前回お話したような事態が起きてるからということです。はい、はい、分かりました。そうすると危機管理というのは、いろんなルール決めとか明文化していくこととか、国策でやっぱりもう一度盛り上げるってことも必要ですね。そうですね、はい、分かりました。ずいぶん今回はちょっとヘビーなヘビーですよ、これ本当に深刻な問題でありまして、そうですよね、問題をご質問いただきましたけれども、朝まで生ラジオでやらないとダメです。そうですね、時間がちょっと足りない感じですよね。もうちょっとゲストもいっぱい呼んでやらないとダメですね。そうですね、ありがとうございます。はい、というふうにお話を伺いましたけれども、聞いていただいておりますでしょうか。はい、さあ、それでは今月からまた、新たな、お話をしていただけるということですけれども、先月は、人が物を欲しくなるまでには
いくつもステップがある、ステップがあるということを教えていただきました。3つ壁もあるということですね、はいはい、これを突き破るには、はい、やはりお客様の声を聞かなきゃいけないということです、うん、はい、そういう意味では接客応対の基本となる話の聞き方、話の聞き方5つの基本、5つの基本分かってるようで分かってない、できてるようでなかなかできてません、皆さん。そうですね、はい、商店多いです、高山、そうです、ね、飲食店も多いです、はい、サービス業多いです、はい、やっぱりお話をちゃんと聞きましょうということですね、はい、これについてポイントを手短にお話をしてよろしくお願いします。まず1つ目、相手の目を見る、はい、目を見ないと、はい、どうですか、明日ばっかり、あ、そうですね、あの不安になります、うん、何考えてるんだろうとか、そう、相手の方がどう、何考えてるのかとか、ね、私の話を聞いてくれてるのかなっていうのを思いますね。コミュニケーションですから、はい、やっぱりお互いの思いを、はい、言葉以外にも表情とか伝えないといけないですから、はい、相手の目を見ないといけません、はい、そしてやっぱり聞いてくれてるんだろうかっていうことを示すには、うん、うなずいて、うなずき、そうですね、相手の目を見る、うなずいて聞く、はい、で相づちを打つということですね、はい、皆さんはプロですから全てできてますけれども、はい、それはやはりちゃんと勉強して、はい、メモを持っててですね、はい、初めは訓練しないといけませんね、相づちを打つ、そうですね、どうすればいいかわからないですね、皆さんね、そうですね、あ、そうなんですか ね、もうやってる人はわかんないですだから今お仕事してるんですけども、ナビゲーターの仕事は当然できてるので、はいはい、そうです、それナビゲーターになるための基本ですね、はい、どうやって覚えるか、あいうえおで覚えます、あいうえお、はい、あいづち、あいづち、あ、そうですか、ああ、はいはいはい、やってますね次、いやすごいですね相槌できてます、ね、うわーびっくりですなるほど、絵は、え、本当ですか、あ、お、遠藤さんっぽいね、本当ですかおは、おー、そうですかって感心する、なるほど、あいうえおですね、かきこきこじゃダメなんです、あ、はい、あいうえおなんです、なんかちょっとソフトな優しい感じがしますね、そうです、やっぱりそうすると、あ、受けてるって思うわけですね、これ重要な、はい、ね、4つ目、はい、話の聞き方5つの基本、4つ目は質問をするということです、質問をする、これは、うん、実はこうこうこうなんですよ、それってどういうことですか、うん、結局言いたいことなので、まあ、これは質問することが相づちになってるってことなんですよね、はい、あ、聞いててくれてるって、うん、何も聞いてないと質問出ないですよね、あ、そうですね、うん、そういうことなんですね、これ重要な要素です、確かにそうです、はい、もう一つはですね、はい、これはまあ商店なんかではちょっとやりにくいですけども、飲食店だとできますが、相手の話を聞き取る、メモを取る、今もね、メモを取ってます、はい、メモ取ってます、メモ取ってもらってると喋、はいはい、ってる側からすると、はい、あ、ちゃんと聞いててくれてるんだこう思うわけです、結局相手がどう思うかはい、っていうために話を聞く時の5つの基本なんです、これは言葉じゃないですね、仕草ですよ ね、全部ね、そうですね、相手の目を見るというのは言葉とは関係ありません、うなずくも違います、うん、結局は五感で答えるってことなんです、まあ五感といっても匂いとかは味とかないですけど、はいはいはい、3つの感覚で目で見るとかですね、はい、はい、そういうような要素が必要でありまして、はい、接客応対の基本と言われていますね、うん、一番難しいのが相づちを打つ、あいうえお作文、先ほどお話ししましたね、はい、これが一番重要かもしれません、そうなんですね、リアクションってやつですね、リアクション、はい、確かにあのお店に入ってお話ししてても、はい、あれちゃんと伝わったかなとか、ね、聞いてくれてるかなっていうふうに不安に思う時がありますので、結局繁盛する飲食店って、うん、美味しいかどうかじゃなくて決まるってよく言われる、前にも話してましたけども、そうですね、やっぱり繁盛店はお客さんがどういう思いで入ってきて何を食べたいかって、うん、その言い当てることはできません、うん、占い師でも言い当てる、うん、占い師はコミュニケーション取るから分かるんですね、あれね、そうなんですか、 そうです、それは心を読み解くために、それこそ質問して、聞き出しながら、はい、表情を見ながら、意図的な質問を投げながら、それをどう受け止めるかって言って心を読み解いてるわけですね、はい、これが占い師の
スキルですけど。スキルだ、そうだったんですか。本当になんか恨んで、ま、それもあるんでしょう。なんでわかるんですかって言うと、図星だなって冷静に捉えるわけです。それはコミュニケーションスキル、それは話の聞き方のプロだっていうことなんですよ。僕らはそれに近いものがありますね。いろいろな質問を投げかけながら反応を見ながら、じゃあこの人にはこういう話し方が合ってるなとか、こういう考え方がぴったりだなということに合わせていくんです。なるほど。ですから頑固親父の頑固一徹ラーメン屋は入らないんです、はい、今は。もしかどうかって本当に特定の人にしかマッチしませんから、うん、そうですね。思考がみんな違うので、豚骨スープって、豚がね食べれない人にとってはね、もう美味しかろうがまずかろうが食べれないんですよ。そういうことはやっぱり相手の思考によって変えないと繁盛するお店ってできないわけですね、はい、重要な要素ですね。サービス産業の基本は話の聞き方によって決まるってことですね。だから人の話聞かない親父はちょっとそこから変えないといけません。そうですね。みんな変えるじゃないんです、はい、そこから変えないと。確かにあの美味しいものだけをもう追求して、それさえ出してればいいんだっていうふうに、まあ、昔はそんなイメージがあったんですけれど、でもそれって結局今インターネットでいろいろ書き込みが出るでしょ。そしたら美味しい美味しいって昔は言われてるのを真に受けるけども、今は口コミで人がなんて言ってるだろうかって見るんですよ、そうすると必ず、いや期待ほどじゃなかったとか書いてありますね。3時間並んだけど、点々みたいな、結局いろんな声が聞こえてきてしまうわけですよ、ですからちゃんとやっぱり美味しい美味しいって一方的に言っていてもそれでは流行らない、少しぐらい美味し、まあ、美味しくないといけないですけど、接客応対で温かい受け入れをしてもらうと感動しますよね。感動しますね。そうするとね、食べてるものも美味しいって思ってもらえるんです。感じますね、確かに、はい、そういうことです。会話も話を聞いてくれてるだけで嬉しいっていうのがあるんですね、はい、特に男性は何か答えを出したがりますけども、女性同士の会話って聞いてくれてるだけでいいって言うじゃないですか。言いますよね。それってやっぱり聞くかですよね、下手にアドバイスなんかしてもそんなのはいらないわけですよ、ね、結論から何なんて聞くことを嫌がられちゃいますもんね。ちょっと私は聞いて、はい、結局みんなそうなんですよ、話を聞いてほしいということなんですもんね、はい、特に必要な情報はインターネットで特に今時は取れるわけですから、話をいかに聞くかが強みを発揮する一番今重要なポイントですね。なるほど。あの随分あの参考にしていただけることと思います。はい。遠藤さんを習いましょう。メモを取って、はい、そうそうそう、はい、皆さんもぜひお試しいただきたいと思います。はい。はい、今週も三輪先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーではこれから起業されたい方や商店の経営改善など様々なご質問も受け付けております。三輪先生にズバリ答えてもらいましょう。ファックスは 0577-37-0765 メールは hitsfm@hidanet.ne.jp hitsfm@hidanet.ne.jp おはがきは郵便番号 506-0021 高山市灘町 5-95-10 郵便番号 506-0021 高山市灘町 5-95-10 皆さんからのご質問をお待ちしています。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りしました。
教えて三輪先生。三輪先生。三輪先生。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りします。今週も三輪先生よろしくお願いします。お願いします。さて今私たちも本当高山というのはもう観光産業が多いですけれども、ね、まあ、そんな中で大変 ありがたいなというお話を伺っておりますが、接客応対の基本です。そうですね。前回は話の聞き方ということで、はい、5つの大切なことを教えていただきました。基本編をお伝えしました、はい、相手の目を見るということと、はい、うなずき、はい、そして相づちを、あいうえお作文ですね、はい、ね、それから質問する、はい、そしてメモを取るという5つの基本を教えていただきました、はい、あ、確かにそうだなというふうにね、ラジオの前の皆さんも聞いていただけたことと思います。結局飲食店でも、まあ、今時は注文空で覚えてですね、伝えますけども、はい、ちょっと不安になるんですよ。あ、ちゃんと聞いてんだろうか、伝わってんのかなみたいな、出てくるまでちょっと不安になったりします。あ、しますね。自分で iPad みたいなのに押す場合は間違いないですよね、デジタルで、はいはい、でも注文して、僕らは前昔ながらの人なんで注文取ってメモ書いてくれるのが安心するんですよね。あ、確かにそうですよね、うん、言って、定食味濃いめとか言っても本当に味濃いめの定食出てくるかなってメモしないと、メモしないとちょっと気になるんですね。確かにそういうことですよね。はい、うん、だからそれを初めからちゃんと補ってあげる、メモを取るっていうのはできればですけどね、うん、はい、不安を与えないっていうことですね、はいはい、さてそれを踏まえまして今日は、はい、ちょっとですね、5つの応用編ですね。応用編を、話の聞き方さらに踏み込んで、どういうことを相手にコミュニケーションとして伝えれば、聞いてもらってるなって思わせることができるかということですね、スキルですね、はい、はい、ですからプロフェッショナルの方はみんな大体できてるんですけどね、1つ目は、はい、相手が話したキーワードを繰り返すということです、はい、品質が大事なんですけどもって言った時には、品質ですかとか、か、そう、そうすると、あ、聞いてくれてるな、じゃあ次に進もう、これをスルーされると、へーってあれこの人聞いてんだろうかって、そう、へーなんて言ったらいいには、あ、適当に聞いてるなって思うわけ。結局相手がどう思うかが大事ですから、話の聞き方っていうのはね、はい、ですからそういう意味での相づちを打つっていうこの間の話もそういうことです、キーワードを繰り返す。なるほど。ただ相づちだけでは応用じゃないってことですね、はいはいはい、2番目、相手の考えを支持するってことです。いきなり否定されると、あ、確かにもう話す気なくなっちゃう、なくなりますもんね。聞いてほしいと思ってるんだから、聞いてあげる必要があるんです。そうですね、自分の意見を言わないんですまず、はいはい、ですから、いや、おっしゃる通りですとか、いや、間違いないと思いますとか、いつもよく考えてらっしゃいますねとか、批判はしないですね。一旦でいいんですけども、相手の考えを支持するってことです。これ大事ですね。私も友達に、すぐなんか話すと、それやめた方がいいんじゃないってすごい言う、いや、そうは言ってもとかかぶしてくるでしょ。そう、いますいます。 それは聞き上手じゃないです。そうするとコミュニケーションがなかなか成り立ちにくいから、信頼関係がなかなか、まあ、本当によく思ってる子で日頃からしょっちゅう喋ってれば、ね、はいはい、分かってて、あ、ならいいでしょう、いいですけどね。サービス業で一元さんのお客さんを対する時はそれではダメだし、はい、やっぱり優しさを持って接すると、いくら親しい中でも上手に受け答えをできる人はできます。そうですね、ダメじゃないけども、どっちが相手のことを思ってるかっていうのは、なかなか評価は難しいです。そうですよね、はいはいはい、はいはい、そうですね、はい、あとは何か特にクレームを言おうとか言ってる場合は分かるじゃないですか、はい、その時はまず一旦謝るってことですね。真摯に謝る、真摯に謝る、はい、いや、もうクレーマーに対して言い訳をするとやっぱりかぶせてるってことですよね。来ますよね。そして余計怒るんです、だから怒ってきたら、その怒らしたことにでもいいから
内容はさておきね、謝るんですね。大変申し訳ございませんって言って謝る。やっぱりその謝るとなんか非を認めたみたいな思うから嫌だっていう人がいますけど、それはまた別の問題ですね。別の問題、それは十和一和と話し合いをして収めていくんです、これクレーム対応のスキルっていうのはありますけども、それだけで1ヶ月ぐらいちょっと時間かかっちゃうんで置いときますけれども、結局そういうことなんです、コミュニケーションなんで聞いてほしいと思ってるんで、怒ってる場合は怒らしたことには謝るとですね、まず気分を害したことに対して謝ると。 それで内容が何だったかをやっぱり聞くわけで、怒ってることにかぶせると余計に怒ります。そうですね、全く収まらないで、もうお前のとこなんかいいって言ってガシャーンって電話だったら、実際来た人だったら蹴飛ばして帰りますよ。扉とかガシャーンとか閉めて帰っちゃう、もう全然話になりませんね、怒ってるんだから、怒ってることはどうすれば収まるかって考える必要があるから、まず一旦謝るですよね、そして逆のパターンありますね。心から褒める、いやいいところ目をつけてらっしゃるとか、さすがですねとか、こういうように何かそれは相手のトーンで見極めないといけませんよ。文句を言いたいのか、自分の自慢をしたいのか、自慢をしたい時にケチつけたらダメですよね、そうですね、もうそこに乗っかるってことです。だから相手のトーンとかに乗っかる意図、言葉の裏にある意図に乗っかる、だからちゃんと汲み取らないといけない、聞いてないといけないですね、自分のことを自慢したいと思ってたら褒めてあげる、大したことないって思っても大体それが出ちゃうじゃないですかとか、なんだこうそんなちっぽなだけなことって思うと、コミュニケーション上なんかいやいや喋っちゃったりする。僕なんかよくそういうこと指摘されたりもしますけど、ついついね、それはやっぱり心から褒めるってことですね。なかなか難しいことですけどね、そして感謝する、感謝する気持ちが大事なんです、お客様でいてくれてありがとうっていう気持ち、で叱られたらそれにどうすれば改善できるか、関係がですね、物やサービスを確信を持って自信を持って提供していても相手が怒ってる場合は何か気に食わないところがあるわけです。ではそれはどうすれば解消できるかっていうことを相手の立場に立って考える、これが関係を改善するポイントなので、ありがとうございますとか、恐れ入りますとか、何かその質問をしてくる時でも、問題に文句を言う意図を持って言ってくる人とかもいます。言葉を和らげるために質問に変えて投げかけて、いつもこの店はこういうものばっかり売ってらっしゃるんですかって結構怒ってるんですよね。ああ聞きますね、そのフレーズ。 そうでしょ。それは精一杯お客さんは気を使って何なのよって言わずに、いわゆる、嫌味っぽくそれを気づかせようとしてる、配慮してるわけじゃないですか、怒ってるのに配慮してるわけです。だから受け止める側はその配慮してることをちゃんと察知しないとダメですよね。だからやっぱりそれが話の聞き方の応用編ですけども、怒ってる人に対しては真摯に一旦でもいいから謝るってことですね。自慢したいっていう人には心から褒める、ね、いろいろと指摘をされたことに対しても気を使って言ってるっていう場合もあるわけですし、もう本当にね気に入らなかったら無視ですよ、二度と来ないし、電話もかけて来ないんです、愛情の裏返しは無視です、憎しみじゃないんです。憎しみは愛情に対する期待があるから、その裏返しで憎しみって出るんですね。もう全く関係を断つ、これはコミュニケーションの離婚と言われますけれども、これは無視ですよね。関係を断ってしまうわけですから、関係を持ってコミュニケーションしてくれるですから、ちゃんとそれに感謝をするっていうことです。それによって、あ、もう一度関係を改善しようって思うこともできますし、ですからちょっと応用編ですけども、これを知ってるか知らないかでできるできないですから、
ちょっと前にお話した知識の壁を越えないといけないですから、この話の聞き方は5つの基本と5つの応用、これを知識の壁として知っておいていただくと、はい、随分とコミュニケーションは円滑になりますし、お客様の満足は高まるっていうことにつながってくるんですね。お客様の真意を汲み取ることができますね。そうです、きっちりと聞くっていうこと、それは表情にも出るじゃないですか。ですから大事ですね、はいはい、気をつけてこれを訓練する必要があります。通常ですとそういうのを研修をやってですね、形だけですけども、まず形から入ることなんです。目を見れない人っていうのは苦手な意識があったりします。それは苦手な意識を取り除くですけど、目を見たって別に、ね、食べられちゃうわけじゃないですよ ね。 そうですね、なんかドクドクビクビクドキドキするんですよね。はい、それを、まあ、取り除く必要がある、はい、そういうのって研修をするんですけども、研修をすると、はい、随分そういったことが改善されるんですか。ですです、これは訓練ですから。訓練が、慣れ、慣れですね、うん、訓練って言うとちょっと難しそうですけど、はいはい、慣れて、はい、わかりました。今日は話の聞き方の応用編をお話しいただきました。はい、なかなかできないんですけども、知っていればできるようになります。ね、そうですね、まずは知るところから、ね、はい、始めていきたいと思います。はい、三輪先生、今日もありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーではこれから起業されたい方や商店の経営改善などさまざまなご質問も受け付けております。三輪先生にズバリ答えてもらいましょう。ファックスは 0577-37-0765、 0577-37-0765。 メールは hitsfm@hidanet.ne.jp、 hitsfm@hidanet.ne.jp。おはがきは郵便番号 506-0021 高山市灘町 5-95-10 郵便番号 506-0021 高山市灘町 5-95-10。 皆さんからのご質問をお待ちしています。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りしました。教えて三輪先生。三輪先生、三輪先生、このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りします。今週も三輪先生をお迎えしております。よろしくお願いします。お願いします。さて、前々回に話の聞き方、はい、基本を教えていただいて、そうですね、でそれから先週は応用編を伺いました。はい、徐々に徐々に、ね、この話が聞けるようになってくる、聞けるように、こういう話を聞くのが苦手とか、はい、対人に対してちょっと、まあ、はいはいはい、不安を覚えている方なんかは、まあ、慣れで克服することができる、そうですね、まず知ること、知識の壁を乗り越える、次は苦手という意識の壁を乗り越えるということですね。そうか、その苦手っていうのは自身、ご自身が思ってることですもんね。以前お伝えしたところですね。そうですよね、はい、はい、徐々に徐々に皆さんですね能力が開発されていくと思いますよ。もうこれはシリーズでずっと聞いていただけると、どんどんこう自分を開花するというか、商売繁盛につながる、商売繁盛につながりますので、はい、お聞き逃しのないように、そうですね、もうがっつり再放送もやるんですね。そうですね、はい、していただきたいと思いますが、さて人の話を聞けて、はい、基本聞けて、それからまたより真意を汲み取るような話の聞き方ができるようになってきました。はい、来ました。そうすると、はい、ようやくですね、人はですね、やっぱりコップの水って満杯だともうそれ以上入らないです、うん、入らないですね。それを
抜き取るとまた埋めたいと思う。要するに話って聞いてもらったら聞きたいってようやく思ってもらえるんですよ。ですから今まで聞き上手になれば、はい、皆さん心の中で言いたいことを言い終わったらじゃあ聞こうかっていう体制になりますから、お客さんね、相手は。ですからようやく本領発揮、はいはいはい、言いたいことを言おうと、はい、でもその時にもちゃんと踏まえておかなきゃいけないステップがあります。ステップ説得するための三大手法と言われるものですね。それはまた気になりますね、はい、こういうことはね日本の教育はね教えてくれないですよね。みんなですね説得上手になっちゃうと困っちゃうから、日本の教育は従順に従うっていう教育をされてるわけです。消費者として食いついてくれるっていうこういう教育がされてるんですね。従順なしもべを育てる教育しかなされてないので説得するっていうことはねこれはまあ例えば弁論部に入った人が大学で教えてもらうとかね、特定の学校でしかそんなもの弁論部なんてないですよね。ないですね、はい、これはもう古くからですね紀元前からこういうノウハウは実はあるんです。あるんですね。紀元前ですよ、もう2000年以上前。これをアリストテレス説得の三大手法と言うんですよ。そうなんですか、はい、これを今日はお伝えしようと思いますよ。あの確かに日本の教育っていうのはなんかグライダーを、あの養成するところだなっていうふうに言ってる方がいらして、うん、飛行機運転できないけど、まあ、グライダーでって空をスーッと風任せに乗っていくって。そうですよね。そうこれは十分な能力を開発されてないってだけ知らないだけです、はい、それを教えちゃおうということですね。では気になるその三大手法を教えていただきたいと思います。エトスパトスロゴスと言いますけども、はいはいはい、順番に説明していきますが、はい、エトスっていうのは人格ということですね、はいはい、これは結局は誰がっていうこと、はい、言い換えるとパーソナリティですね、それは見た目とか語り口調とかそういうことに現れてきますよね、はい、エトスっていうものですね。そして2番目が、はい、アリストテレスが言ったのでそういうカタカナなんですよ、ですね、パトスっていうんですけども、はい、これは情熱っていうことです、はい、エトスは英語でエシックロの語源だったりします、パトスはパッションの語源だったりします、はい、これは情熱ですね、ですから伝え方としてはエトスが誰がっていうのに対して、はい、パトスはどのようにどのように、はい、ですからそれが、まあ、いわゆるプレゼンテーションスキルっていうことになりますけれども伝え方ですね。伝え方っていうのはですね内容よりも重要です。あ、実際に伝える内容よりもどうやって伝えるかっていう、実は重要だけどもそこって教えられてないですよね。特に日本人って苦手な感じですね。読み書きそろばんしか習ってないので、そうですよね、相手に感情を表現するとか、はい、それをお互いでディベートするとか、その中から合意を形成するとか、そういうことってないんですよ。ないですね。アメリカだと小学校からありますから、私は大学の時にアメリカ行ってましたけども、そうですもんね、経験なんとなく分かっていたことが当たり前に教えられる。で作文でも読み書きそろばんの書きが違うんですよ、相手をさ、まあ、今日でいうところの説得するための書き方とか、内容を伝えるための書き方とか、日本起承転結ですけどね、これ前にも話しましたけども、はいはいはい、監視の世界ですから、意図おかしって興味関心を引くための文学です。そうです ね、相手をそれこそ説得するための論理展開ではない、ですからその序章を今日はお話ししてるんですね。来月はもっと深くいきますけれども、本編に、はい、今日のところはその説得の三大手法、はい、スパッとスまでいきましたね、もう一つはロゴス、はい、これロジックっていうことですけれども、論理っていうですね、ですからようやく何をっていうことなんです。何をだけども何をどういうふうに伝えるかっていうところがやっぱり大事なんです、伝え方もそうだし、何をどういう構成で使う、
ですからプログラム、はい、伝え方、順番ですね、でその内容と構成ということになります、うん、このエトス、パトス、ロゴスがあって初めて人を説得することができる、うん、日本人はそれを知らないから、うん、いいものです、いいものですっていうことだけを言うわけです、うん、いいものですって言ってボサボサの格好をしていいものですって言われても、うん、信憑性ないですよ ね、 そうですね、本当かなと思っちゃいますね。それがエトスなんですね、見た目、そこ、人格、誰がっていうのは私がじゃないんです、見た目にどういう人が何を喋っているのかっていうこと。だから社長が頭ボサボサで時間遅れてきてお前たち言うこと聞けって言ったって聞けしないですよ ね、 叶うですね。簡単に言うとそういうことですね。ですからそれはエトスが足りないっていうことね。人を説得するためにエトスが足りないっていうんです。それは人格が不足しているってことです。そういうことですね、はい、でパトスは情熱ですね、はい、いくら重要な要素を伝えても人が動くには心が動かないと体って動かないです。動かないですね。これは日本語で言うと感動っていう言葉ありますね、はいはい、感じるから動くんです、はいはいはい、知識とか理性だけでは人動かないんです、うん、もしも動くとしたら理性の理に理科の理ですね、はい、動くって書いてリードっていう言葉がないですよね。ないですね。知っただけでは人は動かないんです。ですからそこには後押しするとか引っ張るとかいういわゆる情熱が必要なんですね。だから人を動かすには情熱を持って伝えないといけない。それができない人はパトスが足りないって言うんです。これ説得の三大手法の2つ目ですね、はい、よくよく皆さんも結局なかなか立派な社長っていう人はそういうのが備わってるわけです。なかなか言うことを聞いてくれない頼りのない社長というのはその辺が足りないです。エトスパトスが足りない。で理屈ばっかり言って、よくあるパターンはそこ、ありますね、聞きますね。ロゴスばっかでエトスとパストスが足りないってことですね。ですから経営者の要請の時はやっぱり足りない要素は補う必要がありますから、はい、見た目だけでもきっちりとした身だしなみとか歩く姿勢もそうですよ。なんか猫背で下ばっかり見て歩いていたらこの人って大丈夫だろうか、この会社って大丈夫だろうかって思うじゃないですか、はいはいはい、そのエトス、人格、パーソナリティですね、はい、でこれが備わって初めて人は、はい、まあ、その人に従うというか納得できる。納得させるにはちゃんと伝える、いわゆる説得しないといけませんね、はい、ですからこの3つ、エトス、パトス、ロゴスが説得の三大手法と言われるもので、当たり前、聞いたら別に難しいことじゃないですよね、うん、はいはい、漢字、カタカナの意味はよくわからないかもしれないけども、三大要素っていうのはそれは難しいことじゃないんです、うん、そうですね、でもそれが備わってないと人を説得することはできませんよっていうことは、うん、おそらく日本人のとして日本で教育を受けた人は初めて聞くことだと思います、うん、そうでしょうね、そうです、はい、そうです。どうやって伝えれば人が動くか、感動させられるか、うん、ということですね。感動って心が動くだけじゃないんです。なんか次のアクションにつながる、はい、まあ、通販番組で言うとちょっと30秒聞いただけで電話かけちゃう、これが感動ですよね。そうですね、その仕組みは来月お話しますよ。あ、はい、そうなんですか。で何をつなげるかっていう意味では、その三大手法を踏まえた上で言うと、はい、情熱を伝える、これパトスですよね、はい、誠実な態度が必要、頭ボサボサじゃダメですよ、はい、で情熱で相手の心を動かすということですね、物がいいということは相手が判断することですから、まずは情熱を伝えないといけないというのが一つ、はい、二つ目はようやく魅力を伝える。魅力を伝える、結局比較されるわけですから、他と、他との違いという意味での魅力をちゃんと伝えないといけない。自動車なんかはそれで戦い合ってるわけですね。加速がすごいとか、燃費がいいとか、車内が静かとか、ブランドがかっこいいとか、走るっていうのは魅力じゃないです、当たり前なことだから。
すごく走るんですよって伝わりませんよね。そうですね、はい、だから魅力ってちゃんと絞り込んで伝えないといけませんよね。絞り込んで伝えるということですね。あとは何を伝えるかという意味では感動を伝えるということです。感動を伝える、どういうことかというと、はい、それはもうそれを手にしたことを前提に買うと素晴らしい未来があなたに訪れますよっていうことを、どういうキーワードで伝えるかというと、ちょっと想像してみてくださいっていうんです。これに乗って家族でドライブを行った風景を想像してみてください。どんな情景が描けますかっていうと、みんな子供たちがワイワイ楽しく湖畔でキャンプをする、例えば、そうすると欲しくなる、欲しくなりますね。そうですから感動を伝えるっていうのは、その得られる結果を前もって言うってことなんです。未来を想定して伝えるっていうことなんです、はい、だからいいものいいものですって、このペンってすごいんですとか、僕が頑張って作りましたっていうことは、それ作り手のエゴであって、頑張って作ろうが、ロボットが淡々と作ろうが、お客さんは書き味が良ければ、そうですね、まあ、もっと言うと綺麗な字が書ければいいんですけど、それはいろいろ訓練が必要ですけど、でも結局そういうことです。お客さんの立場に立って感動を伝える、何を伝えるべきかっていう意味では、情熱を伝える、魅力を伝える、感動を伝える、これが説得するための三大手法から得られる3つの要素ですね。だからいいものです、いいものですって言ってちゃダメですよっていう答えが今ここにあるわけです。なるほど。つい商品知識ばっかり詰め込んで伝える、はい、伝えようっていうイメージがありますけどね、うん、それって結構お客さんにとっては知ってることなんです。だって紙でも伝えられるし、今時だとインターネットでも伝えられるわけですよ、数字の情報っていうのは、読んで感動ってしないんですよね、数字見て感動する人中にはいます。公認会計士さんとか税理士さんは自分の仕事だからこれを処理することでお金になるって人は数字見て感動しますけど、普通の人は数字見ても何300バリとか見てもピンとこないですよね。加速アクセルを踏んだと同時にとか言うと、ああイメージしやすいですもんね。そういうことを伝えるのが説得のコツですね。なるほど。非常に重要な、実はノウハウがそこに詰まっています、はい、よくわかりました、相手を説得させるための三大法則というものをお伝えいただきましたけれども、はい、さて気になりますが、先生、今お話の中で次回、はい、そうです ね、まあ、テレビショッピングの事例にしてですね、日本の A 社、違った B 社、そして欧米型、はい、これでどんな違いがあるか、それぞれよく売れるんです、みんなちょっと見てるだけで欲しくなって電話をかけちゃう。電話かけたことあります。その裏側伝え方、感動の伝え方を紐解いて、一つずつ紐解いてお伝えして、クリスマス商戦に備えましょうっていうのが来月のプログラムですね。皆さんお楽しみに聞いてください、はい、宮先生、今日もありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーでは、これから起業されたい方や商店の経営改善など、さまざまなご質問も受け付けております。三輪先生にズバリ答えてもらいましょう。ファックスは 0577-37-0765、 0577-37-0765、 メールは hitsfm@hidanet.ne.jp、ヒッツ FM@hidanet.ne.jp、 おはがきは郵便番号 506-0021、 高山市灘町 5-95-10、 郵便番号 506-0021、 高山市灘町 5-95-10。 皆さんからのご質問をお待ちしています。このコーナーは、中小企業経営者の頼れるパートナー、
岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りしました。